関東を治める奴に伝えてくれねえか。ここの民泣かしたら承知しねえってな。必ずや。親方様。お父様、お父様。お二方は秀吉殿と共に大阪へ。愛者は勝者に従う、それが戦国の習いでござる。分かったわ。私は大阪に、姫様はあんたに降伏して関東に残る。それでいいでしょう。なんと。はい。みんなが愛したこの国をお願いします、姫様。あ、非戦の日でよし、出世して、あれよあれよと子を立てて、明智に新パターンに登場。お前様危ないよ。いざ、よし、おじけかへて。おっとなんじゃ、二人ともぼーっとしょって危なかったわ。そうだ、秀吉にもしもんことがあったらどうすんだ。すまねえ、秀吉、わざとじゃねえんだい。ようやく笑って暮らせるようになったね、お前様。